立ち振る舞いとか体つきとか、まあ、性格的な問題ものとかすごい桜爆心をよく似てるなと思ってます。それで日米の両方のスプリントチャンピオンなんで、まあ、そういう共通するところがあるなと思いますんで、桜爆心法のつもりで、まあ、見ていただけたらなと思います。 1200m の本当チャンピオンなんですけど、日本の競馬3区を見てるとちょっとやっぱり1002だと逆に距離が足りないような3区が多くて、まあ、1004、1006、1008と距離が伸びた方がなんか実力を出せるようなところがあるんで、まあ、嬉しい誤算といえば誤算ですね。これから桜花賞や皐月賞、ダービーオークスは分かりませんけど NHK マイルと秋の天皇賞とか駒を進めるのにあたってすごいいい情報だなと思ってます。お父さんがそもそも芝の長いとこを走れた馬なんで、まあ、ドリフォンがアメリカで守護馬にならなかった理由の一つがやっぱり距離は少し長いんじゃないかっていう、まあ、血統を研究する人はそういう評価もあったので、まあ、逆に日本ではまあラッキーだっていうことで持ってこれたんですよ。ですからそういう意味ではこの馬はもしかしたら、まあ、配合相手によっては 2000m 以上でも活躍できる馬が出てくると思います。